三島神社の金木星2011年9月18日三島神社の金木星は静岡県三島市の三島大社境内に生育する薄木木星の巨木である推定の樹齢は1200年以上と言われ1934年に三島神社の金木星の名称で国の天然記念物に指定された三島大社の神木であり 満開の時には2里以上の彼方にまでその方向が風に乗って届くと言われる。この木は1回目の花が散った後に2回目の花を開かせる二度咲きの性質を持つことでも知られる。三島大社は古くから伊豆国一の宮として信仰を集めている神社で1180年に源の頼朝が平家討伐の旗揚げを行ったことでも知られる。神門を入ると 本殿近くの東南隅に周囲に柵を巡らされ、根の周りには保護のための板囲いをされた状態で、この木が生育している。この木は、私有一種のオカブで、推定の樹齢は1200年以上とされている。花の色などからこの木は、金木星ではなく金縁種の薄木木製と推定されているが、国の天然記念物としての指定名称は、三島神社の金木星である。樹高は、 約15メートル、根回りは約3から4メートルを測る。締め縄が施された主幹は、地上1メートル以上のところで2本に分かれ、それぞれがまた3本の締め木に分かれた上、枝が四方に伸びて大きな枝ぶりを見せ、その面積は 3R にも及び、枝の先端は地上約1メートル近くにまで追加している。葉をびっしりと茂らせた樹観の姿は、半球状によく整って、 緑の帽子をかぶったようにも見える。この木は1回目の花が散った後に2回目の花を開かせる二度咲きの性質を持つことで知られる。1933年の記録によると9月10日に1回目の花のつぼみが全ての枝に現れ、9月12日に開花、9月14日には満開となった後、17日に落下した。 2回目の花の蕾は9月22日に全ての枝に現れ、9月26日に開花し、9月28日に満開となっている。どちらの花も強い方向を持つが、2回目の花の方がやや白っぽく薄い色をしている。満開の時にはその方向は風に乗って漂い、8km 以上の彼方にまで届くという。昭和末期に、 枝が繁茂しすぎて樹勢が衰えた時期があり、1985年の春には寿命はあと3年と宣告されていた。この木を守るために専門家に依頼して土壌の改良やミネラルの投与といった対策を講じた。結果、樹勢は回復している。毎年9月満開の夜には地元の木製保存会がこの木の長寿を願って木製の湯を模様している。 この木は木製の巨樹として有数のものなりという理由で1934年5月1日に国の天然記念物に指定された。1990年に開催された国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名木百選にも選定されている。ABCDEF 渡辺431ページ。a b c d e f g h を抜き。 98から99ページ。ABCDEFGHIJ 天然記念物時点184ページ。ABCDEFGHI 日本の天然記念物194ページ。ABCDEFGHI 期の129から131ページ。ABCDEFG 新日本名簿1 0 0 1 0 4から105ページ。 ABC 巻の106から107ページ。AB 三島大社の金木製巨樹と花のページ。2012年10月6日、閲覧。AB 天然記念物の金木製、三島大社ナビ。2012年10月6日閲覧。三島神社の金木製文化遺産オンライン。2012年10月6日、閲覧。新日本名簿百選巨樹と花のページ。 2012年10月6日、閲覧。新日本名簿百選。目次2012年10月6日閲覧。ありがとうございます。